このスタッフ会議では仲を深めるためにいつもアイスブレイキをしています。新型コロナ感染症対策のためできるだけ密にならないように工夫して行っています。今日は今までやってきたアイスブレイキを紹介します。普通のじゃんけんはグー、チョキ、パーだけど、セブンじゃんけんは1本指から5本指を使います。指の数の合計が7になったら勝ちです。ボールリレー、使うのは紙コップとボールです。落とさないように次の人に回します。しりとり、絵でしりとりをしていきます。死語はなしです。子どもスタッフ会議はたくさんのお友達ができます。私たちと一緒に活動してくれる友達を募集しています。子どもスタッフ会議は7月18日です。待ってます。